するため超改造処理を施した。突然発砲してきた男たち。この映像を超改造処理すると、男たちの動きがより鮮明になった。バンキシャがまず注目したのは画面中央の男。すでに銃口はこちらを向いている。そして構えた。最初に発砲したのはこの男なのか。また別の男の服装を見ると、白いシャツの上に迷彩柄のベストを着ているように見える。これは攻撃を受けた反体制派の兵士たち。皆普段着の上に迷彩柄のベストを着ている。反体制派側は男たちが同じような格好をしていたため、銃撃されるまで味方だと思っていたという。そしてバンキシャはこの男に注目した。山本美香さんたちを指さし、日本人だと叫んだのとほぼ同時に発砲。